ユリウス・フランツは、アスカーニ・エンケ最後のザクセン・ダウエンブルク公、ユリウス・ハインリヒト3番目の妻アンナ・マグダレーナ・フォン、ロップコビッツの息子。1666年、イボアニのフランツ・エルトマンが、このないまま死んだため、行位を相続した。しかし、ユリウス・フランツにも息子がないため、公やくらいの相続が問題となった。ユリウス・フランツは、 自分の死後は二人の娘に相続権があるという言を残して1689年に亡くなり、ザクセン・ラウエンブルク系アスカーニエン家の団系は断絶した。ところが、リューネブルク公、ゲオルクビルヘルムが軍を派遣、ラウエンブルクを占領した。ゲオルクビルヘルムは、父方の祖母ドロテアを通して、アスカーニエン家の血を引いていたため、相続権を主張したのであった。 さらにメクレンブルクシュベリーン、ホルシュタイン、アンハルト公国、デンマーク、スウェーデンも領土をめぐって衝突した。1693年10月9日にハンブルクでゲオルクビルヘルムとデンマークノルウェオークリスチャン五世との間では僕が成立、ゲオルクビルヘルムはリューネーブルク公とザクセンラウエンブルク公の同訓連合を認められた。この二つの両国は ゲオルク・ビルヘルムの死後は、おいで、向こうのグレートブリテン王権ハノーファー選帝公、ジョージ一世が相続、ハノーバーさのドイツ領国に組み込まれた。プファルツズルツバッハ公クリスティアン・アウグストの娘、ヘイトビヒト、結婚、三人の娘を設けた。ありがとうございます。